パパママをそろばんの先生に。今回は2桁 ×1 桁の混合問題をやっていこう。 62×3 やってみよう。問題の左、かけられる数をそろばんに置く。大きい方から62。問題を置いたら指はすぐ右、指の左の2かける問題のかける数3、そろばんの数から読むよ。3が6、九九の答えに10っていう言葉ついた？つかないね。10つかないときは指のすぐ右に足す。2、3が6。終わったにはすぐ消す。指はまっすぐ下ろす。指の左の6かける問題のかける数3、そろばんの数から読むよ。6、3、18。九九の答えに10ついた？10ついたね。10つくときは指のところから足す。6、3、18。終わった6はすぐ消す。かけた数が1桁なので、赤のシールの1のところが1の位に変わるよ。答えは186。次はみんなの番だよ。